突如環境に現れた刺客、光水自然ギャラクシールド。このデッキは見ての通り、ギャラクシールドやシールドトリガー連打による超耐久からシャコガエルのエクストラウィンにつないで勝利するデッキです。巷ではその性質から牢城デッキなんて呼ばれており、性質を理解していないとかなり厄介なデッキなので、本日よりできる限り主要なカードを紹介していきます。深海の伝道師アトランティス、水文明の10コストでオラクルリバヤさん、パワーが4000、シールドトリガー。このクリーチャーが出た時、自分のクリーチャーを1体選び残りを手札に戻す。その後相手は自身のクリーチャーを1体選び残りを手札に戻す。現在活躍中の光水自然ギャラクシールドの他にマーシャルクイーンというコンボカードの女神みたいなデッキで使われていました。さてこのアトランティス、相手の盤面がどれだけ広がろうと除去耐性がなければ1対1の状況に強制的に持ち込むことができる。さすが10コストと言わんばかりの圧倒的受け性能で、例えば最後のシールドでこいつを踏んでも、じゃあまだアタックしてないこいつ以外バウンスでダイレクトアタックみたいになりがちなのですが、そこをメイジオブカースブレイカーのブロッカーだったり忍びでしっかりキャッチしてあげることでカウンターにつなげていくというわけですね。比較的トリガーのケアしやすい水魔道具や墓地対価も、どちらも大きな打点の掛け算で殴る性質上、盤面を一体にされるというのはかなり致命的。逆に使われる側の皆さんはどうしたらいいのかというと、早めに殴って踏んでおくのはもちろんのこと、一番有効な対策はスター進化の横並びです。ガガガやアルカリアスモモキングのようなバウンスされても場に残る性質を生かして、踏んだけど打点は足りている、そんな状況を想定してプレイするようにしましょう。そんな感じでアトランティス、ピーキーなトリガーではありますが、しっかりと活躍するデッキで採用してあげればこれほどうざい爆弾はありません。この機会にぜひ覚えておいてください。コメントではこのカードに対する皆さんの意見感想をお待ちしております。それではまた明日のカード解説でお会いしましょう。